はい、では5時3分に山口をスタートします。とりあえずこの駐車場というところまで行って、うん、道路のところまで歩いていきます。サモヤです。すごい道だ。ちょっと結構道険しいっす。この腰の高さ以上あるんで、びちょびちょになるんで、はい、ハイウエストレインパンツで入れてると、ハイスタイルで、はい、行くしかないですね。石に苔がついてて、そもそも滑りやすくなってるのと、まあこの濡れてるんで滑りますね。ちょっと気をつけて進んでいきたいと思います。はい、白砂峠までの道です。ここはですね、大変な道です。大変ですね、これ。道なかったよ。あー、開けた。やばい、この道レイン入れなかったら終わってた。このボロボロだ。なんかすごかった。見てください、このボロボロ具合を。かゆいな、これ。なんか靴もかゆいやつなの。かゆくない？参ったね。参ったよ。じゃあ行きますか。この道なんだ。でもう少しで白砂峠に着きますんで、着いたらまた回していきたいと思います。はい、白砂峠です。白砂山荘か。じゃあ行きましょう。こちらが伊吹山ですね。パスします。じゃあパスです。さよなら伊吹山。パスパス。標高が1500ちょっとで、あんまり登んないけど、まあ、景色がご覧の通りガスってるんで、うん、疲れちゃうしね。もう中歩くのか、ね、まあ、行きたいところをこうやって選びながら歩くのもいいね。いいね。だから本当今回の道はロードが近くにあるからエスケープできる、うん、そうだね。部分的になんか山とは違うところだ。そうね、まあ、四国のね登山者さんたくさんいらっしゃるとは思うけど、うんうん、アルプスとかと比べたら減るもんね。全国から来るか、あの石鎚とかだと多いけどね。あそこまで行ったらもう有名だからね。 でもすごい、はい、いい、すごいウィルダネスを感じる。自然に本当になんか距離がね、ゼロ距離で、うん、超ゼロ、うん、新しい感覚だった。よかったよね、うん、このレインパンツはどうですか。モンベルパーサライトパンツはもう乾いてきたもん。すぐ乾くね。これなかったらやばかったね。これ糖質性もあって、うん、でこれのおかげで丸太を座って越えたりとかしたんだけど、よかった。それでも結構気にせずお尻とかポンってつけるし、おう、もうこんなやぶの中をわざわざ歩くって、もうこれじゃないと無理だね。レインパンツ防水もめっちゃ高いよね、うん、中のパンツ全く濡れないね。耐水圧も半端じゃないし、あと足さばきが軽いのが一番良くない。80g のレインパンツ、ね、女性だともっと軽いのかな。70代なのかな。普通にさ、ウィンドパンツとして履けるよね、うん、レインのゴワゴワした、そうそうそう、履きたくないなみたいなのが少なく履ける、ね、ちょっと足寒そうって思ったらタイツとか持ってきてないで、これと防寒でね、うん、はい、じゃあ私もちょっといいですか、うん、私もですね、同じパンツを履きまして、うん、シャツ、まあ、このトレイルシャツを、山と道の UL シャツを着てたんですけど、うん、これはですね、びちょびちょになったんですけど、なってた、その笹で、うん、まあ、すぐ乾きましたね。さっきびちょびちょで色変わってたの。そうそう、ちょっとロードに来て今歩いてたらもうね、乾いたね。10分ぐらい歩いたら乾くんで、うん、それがいいですね。ね、うん、やっぱ絶対濡れるのは前提で、うん、完全防水は無理なんで、濡れてどんだけ早く乾くかっていうのが、うん、このロングだと重要だなっていうのを改めて、うん、結構ギアもね見直しというか、こういうとこ歩くときは甘いものが必要だったりとか、いろいろね、うん、あとこの帽子も、あの今日山でがっつり初めて使ったんですけど、うん、結構あの一気にハイクアップすると登山だとすっごい汗かくんで、うん、こういうのじゃなくていつも薄い、もっとランニングの使ってるんですけど、あのハイキングぐらいだったらそんなに発汗、ハイキング、まあ今日の
まあ、発汗したか、まあ、そんな発汗しない運動とかはこれの方が良くて、あと枝とかにむちゃくちゃ頭がぶつかるから、うん、これちょっと生地が厚いこの帽子、そうだね、安心感が違うね、うん、安心感がいつものランニングキャップより良かったです。多分いつもだったらトゲ刺さってて、トゲ刺さって結構トゲもこれでさっきもこれがトゲにハマってなんか抜けないってなってトゲに引っかかってたからあとクモの巣もこれめちゃくちゃあったんですけど、前で顔にかかる前に全て、ね、全てキャッチしてくれましたクモの巣が大変だったね。あとこうクモの巣を解除しながら足元を見ながら足元を見ながらで、あとはこれが最後のトイレで顔にはつかなかったです。よかったね。はい、なんか、ね、帽子で頭をしっかり保護してくれました、うん、はい、そんな感じです。悩んじゃったけどこれにしてよかったよ、ね、よかった。あとザックもやっぱパランテでよかったなとね。だってこれすごいよ、いっぱい葉っぱついてる。お互い感じたと思うけど、うん、結構枝にすりまくったから、うん、あ、もうこの辺結構濡れてるね。うん、薄いない汁とかのザックとかだとちょっとね、防水が低いから、こういうグリッドとかの方が、うん、ガンガンこう擦っても大丈夫だ。わ、ね、かる、すごいわかる、うん、グリッドマジでグリッド丈夫すぎじゃない？これやばいでしょ。なんでこんな綺麗な、めっちゃ使ってんのにさ全然汚れないじゃん、うん、私まだ 2,3 回目なのに超汚いんだけど。そうそう、生地はでもね、どんどんしなやかにはなってるだってこん今日ほぼ2回しか使ってないのにこんな汚いよこれ。どうでもいっちゃついて、私の使い方かな。でも本当になんかその草とかトゲトゲ気にならなかったね。気にならずにガシガシ歩けるからよかったって。これあのウルトラウィーブの400と800っていうのを使ってて、うん、私のもグリッドストップナイロンなんで、うん、まあ、すごい丈夫な生地を使ってるから全然大丈夫だったね、うん、あとザックは本当にね、その背負って歩くっていうのが一番の役割ですけど、うん、本当になんだ公共交通機関とかバスとかではちょっと横に置いて少しそれに寄っかかったりとか、うん、ねえ、テントの中では足を置くマットに使ったりとか、いや本当だよね、あとフロアレスの時はザック投げ出してそこに足を置いたりとか休憩の時はこれそのままなんか椅子にしたり、うん、寄っかかったりとか、うん、ザックは本当にいい、うん、なんか音も、うん、最高の音もって感じすごいいいよ、うん、最高ですね。だから生地が丈夫な方が、うん、個人的には好きというか、うん、はい、あ、もうすぐじゃん。おお、この辺昨日歩きましたね、伊予富士、うん、これ全部歩いた、はい、で昨日はこれでこの辺からこう行ったんだよ、エスケープしたんだね。で、亀ヶ森で止まって、で降りて、ここは通ったね、これは登って、で今白里通って、伊吹はエスケープしましたね、伊予さこい、おお、もうあとちょっとじゃん。あとちょっとだ、土小屋、土小屋がすごいおしゃれみたいですよ、楽しみに。見て、もっともっとこの辺から来たんじゃない？もっと全然右から来た。この辺から来て、やっと伊予富士、こうだ。いやここもやっぱ大変だったね。亀ヶ森高いね。1897。石槌が。わあ、そこまで行くんだ。うわあ、俺らここまで行きます。すごい。今日。今ここね。はい、頑張りましょう、じゃあ。そうだね、結構ありますね、まだ。はい、今、この UFO ラインから歩いてまいりまして、伊吹山の降りたところに到着しました。よさこい峠だ。え、土小屋まで3キロだ。すぐすぎない？で、ここが7時20分です。お、石槌。あ、ちょっと山見えてきた。おー、あー、これじゃあ石槌に向かって、これが石槌だ、うん、石槌へのロードです。石槌です。はい、じゃあ行ってきますついについに着きましたよ、こちら。うわー、土小屋、ドドン、土小屋、モンベルフレンドショップと、土小屋、ちょっと感動した。感動して自販機があります。自販機、やば、これや、これは感動です。到着しました。やった、やったぜ。これはね、新鮮な場所なんで、まあ、帽子を取ってありがたき、うわ、すごい、うわ、やば、なんでもあるじゃん、なんでもある、いちごシェイクみたい、なんでもある、え、これがいい、これ、これ美味しそう、最高でしょ。
ベル製品多数売っています。うん、こちらはホットココアとシャリシャリ柑橘ドリンク。結局コーラを飲まないというね。一口は絶対コーラだと思う。俺も絶対コーラだと信じてた。あ、でもこれさ、いいね、紙カップかわいいね。土小屋って書いてありますね。土小屋すごいね、ハイカーさんもいますね。美味しそうなの。一回取ろう。はい、ありがとうございます。こちらはご紹介いただいてもよろしいですか。土小屋のシシコロバーガーです。ソースを自分でかけました。お、いいね。こちらはこちらがシシドッグです。ドッグの方ですね。で、ホットココアシャリシャリジュース。いいね。いただきます。うん、美味しい。シャリシャリジュースちょうだい。美味しい。うまい。うまいね。ずっとさ、伊予富士って文字見てから本当にずっとオレンジが飲みたかった。念願の。念願なの、これは。だからこの間その四国のお土産でさ、ジェリーなんだじゃん、ミキャンのやつ。ミキャンのやつね。うん、それをずっと頭に思い浮かべて歩いてた。ああ、あれ美味しかったな。今日帰りにどっかでゲットできるかなと思った。よかったじゃん。うん。すごくない？天然の虫除けだって。え？蚊の虫除けって書いてある。え？はい。ということで。これ食べよう。美味しそう、うん、めっちゃ美味しそうだよね。見て見て、美味しそう。しかもパンもパリパリじゃない。見てください、すごく美味しそう。こちらうん、美味しい。うん、熱いあ、これうまい。めちゃくちゃうまい。うん、うん、うわ、おいしい。遅くね改めてじゃあ土小屋出発します。はい、うん、バーガーおいしかったな。ジビエを使った食事、おいしかったです。おいしかった。はい、じゃあ行きましょう。はい、行ってきます。はい、山頂 4.6 キロなんだ。階段です。筋肉痛です。だいぶ割と舗装された階段とか石の上を歩いていきます。ベンチ1に到着しました。はい、9時40分です。はい、だんだんちょっと登って暑くなって、いい感じですね。うん、いい景色です。いやすごいね、このすごいこんな感じです。綺麗。なんかずっと山にいたんだけど今日で最後だから、ちょっと堪能しとこうっていう気持ちでおります。じゃあもうちょっとで山頂っぽいんで、ちょっと暑いですけど頑張りましょう。山頂の手前に分岐みたいな。あ、そっかそっか。おお、クリア。はい。ここ怖いな。そこそこ右。そこまで。その上は。これ大変です。やばい。こんなの登れるかな。ザック置いていきたいわ。鎖。いや、怖いなこれ。こんな垂直。ザックが重いから。疲れますね。気をつけて。
大丈夫？ゆっくり。なんか、どうした？安堵、達成、涙が涙涙した景色が目に涙が達成感で、だって3日間も何十キロも歩きましたからね。すごい達成感を感じましたこんな感じの鎖をね、登ってきました。お疲れ様でした。感動した、見て絶景。じゃあまあさ、飲み物でも飲みましょうよ、達成のお祝いに。まだちなみに終わってませんけど、コーラ売ってる、コーラ飲む、念願のコーラ、うん、コーラ、コーラ売ってる、コーラ。じゃあ飲みよう、飲もうコーラを。コーラ一人一本飲む。うまっ。俺もコーラ飲みたい。うまっ。うまっ。本当にすごかった。怖かった。え、結構平気そうだったけど、弱った。槍ヶ岳より怖い。今までで一番怖かった。三点支持とはいえ、このよいしょってやる瞬間超怖くない？しかもさ、その先が揺れるじゃん、鎖が。確かに、ね、それがめっちゃ怖かった。というのでよく達成しましたね。うわすごい、とんがってる。こちらすごいね。ここすごい、なんか見てるだけで怖い。すごい。いや、お疲れ様でした浸るこっちもほら、すごいすごい、下もすごくない？ほら、うわすごい、青々してる。はい、石津さんはこんな感じです。賑わってますね。いらっしゃいませ、こんにちは。こちらは鎖です。鎖、思い出の鎖。これこれこれ、この鎖、これ。じゃあ写真撮ってあげる。記憶に。足がね、こんな感じ。いい感じ。手ぬぐい乾かしスタイル。はい、うん、多分すごい乾いた。やっぱり下山の最後の時にドライな手ぬぐいを持っていたいっていうまあ買ったけどね。じゃあもうちょい頑張りましょうよ。頑張ろう。こっから成就神社にとりあえず行って、うん、そっから山頂成就駅っていうロープウェイの駅に行って、うん、ロープウェイで下山するとバス停か、そっから駅までバスで行けると、うん、はい、ちょっと気をつけて最後まで行きましょう。俺左、何してんの？あのね、ああいう時泥なるべくギュッてなりたくないから、気をつけて、シュッてやってる。そうなんだ。到着。到着だ。お疲れ様でした。最後、登山口。うわぁ、やば、コンクリート。お疲れ様でした。うわぁ、すごい、かっこいいね。ありがとうございました。石槌ロープウェイ。うん。なんかいいね。到着です。はい、ロープウェイで下山しました。山道祭出るみたいですね。はい、え、これでゴールですか？ゴールです。お疲れ様でした。はい、ちょっとじゃあ時間ないんで先風呂入ります。あー、湯ありましたよ。はい、やったー。どっちか
名づち湯山名づ…あ、石づち山温泉あれ見えるね。石づち山温泉でございます。ちょっとお風呂に…こんな温泉マークがさ、ドーンってなるの見づらい。わかりやすくていいな。おしゃれだ、でも、はい、すごい綺麗だね。あるじゃあ、行きます。はい。温泉が最高だった。温泉最高でした。はい、ですね、バスが3時17分に来るんで、そのバスを待ちたいと思います。あそこの奥が、ね、温泉でしたね。こっちから下山してきて温泉入って、でここはバスです。お疲れ様でした。釜のご飯らしいね。釜のご飯開けていいですか。はい、どうぞ。はい、はい、今岡山駅です。これから東京に戻ります。はい、3日間大変お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと新幹線長いので余韻に浸りながら帰りたいと思います。5時間くらい。今日も5時に起きたんで疲れたけど、ね、眠いね。はい、はい、じゃあ、もうちょいしばらく家までは遠いですけど帰りたいと思います。ありがとうございました。グッドボタン、高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。